亀谷崇正の鉄塔の教室、今回はG1 ビーム桜花賞、分析します。はい、よろしくお願いします。それではまずは桜花賞が行われる阪神芝の 1600m のポイントからお願いします。そうですね。もう阪神1600は直線が長くてコーナーワンターンのねオーソドックスなコースですよね。距離といいコース形態といい、まさに日本の主流血統が走りやすい条件ですよね。まあ、ただ注意したいのは馬場状態によっては末脚がそがれてしまう時があるんで、まあ、最近でいうとここ10年で振り返ってみると2017年の桜花賞とかは、まあ、レーヌ・ミノルが勝ったんですけど、まあ、結構タフな馬場で末脚がそがれましたし、あとはレッツゴードンキが勝ったと2015年ですか、まあ、この時もタフな馬場で外からの末脚がそがれる馬場状態でしたね。まあ、そこはありますけど、まあ、基本的には、まあ、今の阪神だったら雨降らなかったら直線でものすごい速い上がりが出せる馬場状態になるんで、直線スピードに長けた主流血統が走るでしょうね。まあ、具体的に言えば、まあ、ディープインパクトが走りやすくなっちゃうでしょうね。はい、なるほど。まあ、あとは前哨戦が阪神ジェベナイルフィリーズというか、前哨戦というか、まあ、阪神ジェベナイルフィリーズ、チューリップ賞、そして桜花賞と、もう、まあ、阪神1600を、ね、3回目になるわけですけど、重賞で言えばこの2歳から3歳になってくる。そこでの要求されるなんつうかな、こう上昇度合いみたいなものは変わってくるんで、血統の傾向は微妙に変わってくるんですね。まあ、その辺もちょっと意識した方がいいとは思います、ね。はい。で、今回有力馬はディープインパクト参考がちょっと多いんですけども、その主者とかってあるんですかね。これはもう体重ですね。体重は結構参考になると思いますよ。ディープインパクト参考、体重が440キロ以下ねと440キロ以上。これに分けたら大体過去に出てきたディープインパクトって半分半分ぐらいになっちゃうんですよ。ディープインパクトってちっちゃい馬が多いですからね、牝馬は特に。440キロより重いか軽いかだけでちょうど半々ぐらいになっちゃうんですけど、440キロより重い馬の成績は440キロより軽い馬の成績よりも倍いいですから、倍は結構なもんですよ。だって例えば440キロ以上で、出走していた馬の副勝率ね、これは 44% ですよ。逆に440キロ以下だったらもうね、こっちの副勝率は 18%、 もう倍以上違うわけですから、これは結構な傾向だと思いますし、もうこれもずっと言ってることですからね。でグランアレグリアね、去年勝った、これはディープインパクト3区で体重480キロ以上ありましたから、でかいディープってことでね、まあ、傾向通りだったとは思うんですけど、はい、それって大きい方がいいっていう理由はあるんですかね。あ、まあもともとですね、桜花賞っていうのはもう小回り時代のね、もう20年ぐらい前から言われていることなんですけど、桜花賞は大きい馬が有利、オークスは小さい馬が有利っていう、もうこの仕組みと近いというか同じですね、ベースとしての考え方は。大きい馬っていうのはやっぱりパワーとか仕上がり、体力の完成が有利なんですよ。ちっちゃい馬っていうのはスタミナとか成長力には優れてるんですけど、やっぱりこの時期だと、まあ、ディープって基本的にはディープインパクト自体はこう体力とかいろいろな完成が万成型なので、やっぱり大きい方がいいんですよね、この時期のマイル戦であれば。そういうところだと思いますね。まあそれはね、やっぱ絆とかがディープより2歳戦に強い理由とかにもつながってくるんですけどね。まあそれもまた今後もいろいろ使えるテーマなんですけど、まあ単純に言うとスピードと仕上がり、これが大きい方が有利っていう、まあ、このレースに限ったことじゃないんですけどね。なるほど。はい、それではステップレースとして注目するレースとかってありますか。ステップレース、さっきも申しましたけど、ステップレース自体はチューリップ賞ですし、その前は阪神ジェミナイルフィリーズですよね。阪神ジェミナイルフィリーズ、チューリップ賞ときてこの桜花賞。でもチューリップ賞っていうステップはやっぱり有利ですよね。中4周ですしね、同じ距離経験できますし、まあ、競走馬走る距離知らないですから、経験としてはそれは当然有利ですよね。実際過去5年で馬券になった15頭中10頭は、まあ、チューリップ賞組なわけですから、チューリップ賞組の中から馬券になる馬は出てくる確率は高いので、ただ全部が来るわけじゃないし、チューリップ賞で人気でぶっ飛んだ馬もいるんで、そこの主者っていうこと自体も含めて大事だと思いますね。まあ、ステップレースの分析っていうのはね別に桜花賞に限ったことでなく重要なんですけどね、そこら辺のステップレースによっての上昇下降とかそういうのも血統によって分かりますから、まあ、実際今年のね G1 戦線もね高松宮記念もフェブラリーステークスもステップレースと血統という考え方によって馬券ね本命馬来てますから僕の。まあそういうのは大事だと思いますけどね。なるほど。じゃあその辺も踏まえて明日は出走予定馬のチェックをお願いします。はい。